さあ、スチュワートさん、よろしいですか。はい、はい、ですよ、うん、僕は潜ってきました。 VTR どうぞご覧ください、はい、どうも、穴の掃除プリンス、スチュワートです。今回はサプリのテーマが水ということで、僕は東京の穴から地下に潜って下水道で水がどうなってるかリポートしたいと思います。行ってきます。今回スチュワートさんが訪れたのは新宿区にある落合水再生センターです。この施設では中野区の大部分をはじめ、周辺各区の家庭や工場から流れてくる大量の下水を処理しています。今日ですね、ここをご案内していただくのがこちらの方です。関さんです、はい、よろしくお願いします。お願いします。関さん、はい、ここはどういうところですか。はい、ここはですね、水再生センターに最初に入ってくる入り口ということで、はい、家庭とか工場でですね、うん、出た水が最初に流れ込んでくるところです。この鎮査地では大きなゴミや土砂類を沈殿させます。汚ねー、はい、すごい汚いですよね、はい、これもうここに入ってくる瞬間に、はい、匂いがすごく伝わってきますが、鎮査地で処理された水は第一沈殿地へと流れます。ここでは鎮査地で沈まなかった汚れを時間をかけて沈ませていきます。関さん、はい、ここはどういうところですか。ここはですね、はい、反応層といいまして、はい、下水のですね、うん、一番の肝心なところです。で、ここではですね、はい、微生物の働きによって、はい、下水の汚れを分解する、はい、ということをやっております。本当にね、先ほどご案内していただいたところが臭くてね、はい、本当に長くいられなかったんですけども、はい、今ですね、全然ね、はい、その匂いがないです。そうですね、逆に言うと泥の匂いになってますね。周りにあるのが何ですか。細菌ですね。そうですか。で、この細菌を食べてるわけですからね。そうですね、はい、はい、この働きで水をきれいにすると、はい、いうことですね。ということは薬を全然使ってないんですよね、はい、薬は使わないですね。で、薬を使ってないということがですね、はい、我々、まあ、消費者にはすごくいいことですよね、はい、あ、そうですね、はい、環境にもいいし、はい、そうですね、いいですよね、はい、この丸っこいのが可愛いですよね。そうですね、はい、僕とちょっと似てませんか。似てますね。似てますよね、はい、この可愛いですよね。でも重要な仕事してますよね。この第二沈殿地は反応層で活躍した微生物をゆっくり流すことによって沈殿させます。そして沈殿した微生物を先ほどの反応層に戻し、上積み部分は消毒して次の施設へと送られます。関さん、ずっと地球の方だったんですね、はい、眩しいですね、すごく。ここはどういうところですか。こちらはですね、先ほど見ていただいた第一沈殿地、それから反応層、はい、それから第二沈殿地をですね、上から見ています。この上の公園なんですけども、日本で一番最初にですね、うん、処理場の上を公園にしたというところで、ございます。関さん、はい、かなり大きな音なんですけども、はい、ここはどういうところですか。ここはですね、はい、先ほど見ていただいた第二沈殿地、はい、この上積みをですね、はい、もう一回ここで砂を通してろ過する、あ、そうですか、というところですね、はい、だいぶもう透明ですよね、これ、ね、本当に下まで綺麗に見えますね、はい、まあ、これで兄が詰めるぐらいの水にまで綺麗にしてます、はい、はい、じゃあ関さん、はい、ここはどこですか。はい、ここはですね、膜ろ過施設といいまして、はいはい、隣にあります公園、はい、公園で使う水をですね、はい、ここで膜処理をしております。あ、そうですか、はい、子供たちがですね、夏場に遊んでるというところでですね、うん、はい、口の中に入ってもいいようにということで、はい、浸透膜、で、処理をしてます。これがですね、はい、膜を通った、水、全く匂わないですよね。そうですね、はい、うん、これ口にしても大丈夫ですか。はい、おすすめしないですけども大丈夫です。大丈夫ですか、はい、うん、普通の飲み水と本当に変わらないぐらい飲めますよ、これ、うん、先ほど廃棄物たっぷり入ってた水がこんなに気になるっていうことが ね、はい、予想外ですね。いや、関さん、はい、本当に勉強になりました。今日は本当にありがとうございました。ちょっとお礼でですね、はい、私は実はあのの掃除プリンスでございまして、はい、ちょっと掃除をさせていただきたいと思います。ああ、そうですか、はい、よろしいですか、はい、あ、綺麗になってよ、水が綺麗になってよ。なるほどね。いいですね、いいですよ、社会科見学。あんなにね、汚い水も本当に廃棄物たっぷり、ものすごく臭いのが、うん、あれだけ綺麗になるというのがね、うん、でも
薬全然使ってないっていうのがすごく驚きました。なんかお米だけが無農薬と思ったら、うん、こうやって水までもその無農薬で綺麗になっていく、素晴らしい。やっぱりね、公園でね、子供が遊べるように、うん、そう実に環境に優しい。しかもなんかね、その遊びの中で水がね、たまたま口に入ってしまって、もう全然違和感がなくて、うん、で僕はまあ飲んでしまったんで、うん、そんなに何て言うか、あの全然アンジがない水なんですよ。だから本当にいわゆる水で H2O の、うん、だから、はい、なんていうの、先入観がなければ全然わかんないですよね。わ、うんうん、かんないですよ、うん、はい。だからもうなんかすごいね、勉強になって、うん、で、あの周りがね、公園となったりとかして、うん、その公園の地下の方はタンクになったりしてますね、うん、そういうね、うん、あの工場みたいになってるんですけども、これね、日本っていうのはね、すごく下水道の、下水道がしっかりしてるっていうのはありますけれども、うん、はい、下